こんにちは、アニマルタイガです。はい、今日なんですけども、僕のお家にね、暮らしておりますナイルモニターの爪切りをやっていきたいと思います。はい、僕のお家にはですね、オオトカゲたくさんいるんですけども、種類で言うとですね、サルバトールモニター、まあよく僕水オオトカゲって言ってる、まあ、天君の種類ですね、とサバンナモニター、今はですねハマちゃんとトムがねいますけども、そして、キンバリーロックモニターですね。最近お迎えしたキンバリーロックモニター、これね、大きくあまり大きくならないオオトカゲなので、すごく魅力的なオオトカゲなんですけど、そしてもう一種類ですね、はい、ナイルモニター、ナイルモニターというね、種類で、ね、2匹飼っております。レオちゃんとね、リッキーくんという2匹飼ってるんですけども、その子たちのね、爪切りをしていきたいなと思います。で、まあ、爪切りやる理由としてはですね、伸びてきたっていうのも理由なんですけど、リッキーくんとレオちゃんをちょっと一度ね、ペアリングしようかなというふうに思ってですね、今、ちょっとセン君ね、下のセン君ちょっと見えづらいけど、下のケージにね、ちょっと入っててもらって、この上のね、ここをね、一旦開けました。ここにね、今から、2匹のナイルモニターを入れてペアリングっていう形でやっていこうかなと思うんですけど、やっぱりね、爪がお互いもう伸びてるので、それが濃いじゃなくても、こうやって、まあ、引っかいちゃうことによってね、お互いが傷ついちゃうっていうリスクがあるので、まずはね、爪切りをしていきますということでやっていきたいと思うんですけど、今ね、ナイルモニターなんですけど、下の部屋にいまして、ここのね、今ちょっと電気切っちゃってて見えづらいんですけど、ここの2個、下にリッキーくん、上にレオちゃんっていう形で、見えないな、多分潜ってるんですね、いるんですけど、ここからですね、1匹ずつ、連れて行って、爪切ってね、ペアリングしてみます。はい、ということでね、連れてきました。まずはですね、この子リッキーくんです。いやー、大変でした。連れてくるだけで大変でしたけど、これからはですね、おそらくね、ナイルモニターを飼育しようと思っている方、ベビーをね、今飼育している方には非常に参考になるんじゃないかなという動画、になると思いますので、皆さん見ててくださいね。ナイルモニターの爪やっていきましょう。さあ、いきますか。気合がいりますよ。いや、超高音。おぉ、すごいね、パワーが。リッキーです。フーフー言ってます。リッキーですね。うわ、これ、さあ、まずは補填ですね。補填をしたいと思うので、ちょっと待って、よいしょ。固定の仕方ですけど、首のところしっかり持ちます。で、一人でね、爪切りをやる場合すごい危ないのが、尻尾の攻撃ですね。尻尾の攻撃は非常に危ないので、これをね、なんていうんですか、ここ足で挟んじゃいます。今わかります？ここ足でね、尻尾の方挟んでるんですけど、こうして、やばっ、これ力強いね。これでやっていきたいと思うんですけど、ちょっと待ってね、落ち着かせるまで。これね、ほんと全身筋肉なんでね、気を緩められないですね。まあ本当にオオトカゲハンドリングする時もそうですけど、疲れさせるまではね、もう戦いだと思った方がいいかなということですね。落ち着いてきたかな。これでも片手で押さえるのがなかなか難しいからね。今噛もうとしたね。はいはいはい、大丈夫。はい、かっこいいよ。はい、かっこいい、かっこいい。さあ、爪切りですね。今のところ左手が空いてるので、まあそこは臨機応変にやるしかないですね。これでちょっとね、画角とかは気にしてられないので、もう僕もね、戦いだと思ってるの、これは。さあ、切ってく。で、爪切りとしては、他にもね、いろんな、まあ、動画の中でどれぐらい切ったらいいよっていうのは見せてるので、ちょっとね、そっちの方を見てほしいですね。
あまりにもね切りすぎてしまうと血管があるのでね非常に血が出たりしちゃうので、その辺はね切る長さっていうのは比較的気をつけた方がいいのかなと。さあ今落ち着いてますね。非常に慣れてきましたね。お互い怪我しないようにっていうところなので、この子たちですね皮膚めちゃめちゃ硬いんですよ。だからこれね切らなかったとしても大したね、怪我にはならないんですけど、前はあの水オトカゲの子たちは一回ねハンちゃんかな、すごく皮膚が切れちゃった感じあったんですけど、ナイルモニターって水オトカゲに比べてもよっぽどね硬いです。皮膚がリッキーはねこう抑えられるんですけど、危ね抑えられるんですけど、あ危ね、問題はねレオの方なんですよね。片手で割と抑えられれば全然いいんですけど、よし終わりました。なんとかリッキーの方は終わりました。そしたらね開けてあったセンクのケージの方に入れちゃいます。よいしょ。いやリッキーかっこいいっしょ。じゃあ入れときます。これはい、こんな感じですね。切れてますね、切れてます爪切り終わったから2位で、じゃあ続いてレオちゃん行きましょう。さあやってまいりました。続いてレオちゃんですね。レオちゃん行きますか。いやちょっとねレオちゃんに関してはねリッキーとまたパワーが桁違いだった。いや連れてくるまででねかなり苦労しましたけど、さあいけるか、まあ、やるしかないんだけどね。抑えられるかな。いきますか。あかん、危ない革手袋の上からでも砕かれていくかなと思うんですけど、ナイルモニターね幸い顎の力弱いです。サバンナモニターのハマちゃんのがよっぽど強いんじゃないかなっていうぐらいね弱いですね。それじゃあ切れるかな、切れるかな、やばい爪切り変なとこ置いちゃったじゃん。よいしょ、しっかりねホールドして、もう尻尾じゃなくて下半身の部分からホールドしちゃってます。ういうい、ふーちゃん、あなたは夫婦になったらふーちゃんって名前にしちゃうよ。
ということで、リッキーとね、レオちゃんの爪切りですね、終わりました。大きくなってますね。ということで、この後ですね、ペアリングやっていきたいと思います。じゃあ入ってください。